ラファイエットは、フランス海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦6番艦、ラングレーとして建造され、その後フランス海軍に退与された空母である。艦名は、ラファイエット公爵にちなむ。ラファイエット・ラファイエット・アメリカ海軍空母、ラングレーは1947年2月に、予備役となる。1951年初めにモスボール化が解かれ、 米仏相互防衛援助計画の下でフランスに移管されフランス海軍空母ラファイエットとして最終駅したトゥーロンに母港を置いて1953年6月まで第一次インドシナ戦争で多くの任務を遂行したこの任務の間空母航空隊の艦載機は F6 階と SB2C で編成されていた 1953年から1954年にかけて近代化改修が実施されて、その後に地中海と大西洋のアフリカ沿岸における任務に従事した。1956年前半には関西域は F4U と TBF に更新され、南北に分割されたエンドシナ沿岸における任務に従事する。 1956年10月に勃発したスエズドーランに参加するため、空母アローマンシとイギリス海軍空母イーグルと共に空艇及び上陸作戦支援ための航空作戦に従事する。1960年3月にはモロッコアガディールにおいて発生した地震の被災救援活動に参加した。1962年エビアン協定成立後のアルジェリア独立に伴う、 混乱から逃れるピエノワールたちためのフランス本土相関事業にフランス海軍の参加官邸の第一人として任務に従事する。10年以上の間フランス海軍における任務に従事した後にクレマン総収益に伴い1963年にアメリカに返還、翌年スクラップとして売却された。フランス海軍におけるラファイエットは約35万回里を公開し、 関西機19805回の着艦を記録した。ラファイエットはインドシナでの任務を評価されフランス戦争十字章を授与された。ラファイエットの艦名はフリゲート艦ラファイエットに受け継がれている。ありがとうございます。